でこの坂を降りてく風切ってハッピーサマーデー。いいね。わかりやすいですね、すごく。どこをいじったらいいかわからないっていうつまみがないっていう。ってことはもう初心者でもすぐに使えるような。すぐに使えると思います。だってボリュームでしょ。あと、チャンネルが2つあって、1つはウクレレ用、でもう1つはボーカル用。で、ウクレレ用に関してはボリュームとベースとミドルとトレブル。わかりやすいじゃないですか。それとリバーブがついてんですよ。いいじゃない。それもちょっと量もコントロールできるし、少なめにもできるし、なしもできる。こんな深いリバーブ。おお、ムーディーな曲を弾くときなんかいいですよね。あとはコーラス。そしてリバーブとコーラスのダブル。普通だとディレイとか持ってきたくなるタイプですけど、コーラスとリバーブのダブルっていうのがいいですね。これいいんじゃないですか。なんか何人かで弾いたりするときとか、一人こういう人がいても絶対面白いですよ。一人で弾いててもね。分かってないとなんかやっぱりね、盛り上がらないですよね、気分がね。リバーブそのために買うっていうのもなんかなんでしょうね。荷物も増えちゃうし。これがあるのがいいと思います。そしてボーカルの方はボリュームとベースとトレブルとリバーブ。今、リバーブは切っていますけど、リバーブ入れると、こんばんは。こんにちは。おはようございます。勝誠司です。ワークショップやるときは、リバーブ切って、ビシビシいくよっていう、なんかね、これいいじゃないですか。あとは、全体のボリュームですね。かなり音量出ますね。これ何ワットぐらいあるんですか ?50 ワット。この大きさで、50ワット。今、ちょうど半分ぐらいの音量なのでかなり爆音ですね。ヘッドホンジャックもついてんじゃないですか、こんなとこに。これいいですね。夜中弾いてても楽しい。リバーブとかかかってるやつをヘッドホンで聞くと一気に入り込めますよ。いいと思いますよ、すごく。なんかナチュラルだし、感じます。細い感じはしないですね。なんかトランジスタ系な、なんかこうシャリーンっていう感じがないですね、はい、ポロリーンっていう。だからウクレレにすごく合ってると思います。はい、絶対いいでしょ。だってそのウクレレソロをねやられる方は別にそのお話しする時だけ、まあ、どうもこんにちはっていうのがあればいいんですけど、歌われる方は歌用にまた一個なんか持ってかなきゃいけないとかってあると、そらもうなんか友達は運ぶの手伝ってもらわなきゃいけないし、後でご馳走しなきゃいけないしみたいなことになっちゃうから、これはいいですね。一人でも全然大丈夫、すごくいいです。
まあ、あのお家で練習するときはもちろんそうですよね。あのお家で練習するときはあのウクレレはアンプから鳴らすけど、歌に関してはあのもうそのまま何もないところで歌うだけなんで、あのマイク、これマイクさせるんだったらマイク立てたいですもんね。これで練習するとやっぱ本番の感じとをイメージできてすごくいいと思うし、もちろんそのままもう外持ってってちっちゃいなんかこうカフェみたいなところでやるにはもうこれ一個で十分じゃないですかね。でさらになんかこうあのディレイが欲しいとか何々が欲しいとかって言ったら、それはもう自分の足元に並べればいいだけなので、まあ基本これ一個で問題ないと思います。今はね、こっちはあの本当ピックアップにこう EQ も何もついてないやつなんで、こっちは挿しただけで、ね、ボリュームがちょうどだから12時で、ベースがさっき言った10時、ミドルが12時、トレブルが1、2時半ぐらいな感じで、エフェクトのリバーブもちょっとまあ真ん中ぐらいな感じで、メインのボリュームがやっぱり12時ぐらいですね。ボーカルもちょうど真ん中ぐらいです。ボーカルはね、今ローが結構こう豊かにワーンって この大きさなのにローがワーンって出るので、ちょっとローをカットしてハイを持ち上げてリバーブをちょっとかけたという感じです。大きなステージでやるのも楽しいんですけど、さっき出たみたいにそのちょっと小さな馴染みのカフェみたいなところ行ってライブやらせてもらうなんていう時にも、まあ、僕らなんかでも絶対これはいいと思いますし、その大きさですよね、やっぱ見た目の安心感っていうかちっちゃくて性能がいいっていうのも素敵なんですけど、なんかこうパッと見た目がこう人とのバランスがちょうどいいみたいな、あ、可愛いじゃないですか、なんていうのかな、あの小型犬みたいで可愛いと思います。すごくだプロでもアマでも全然使えると思いますね。初心者でもベテランでも。